ゴーストリコンワイルドランズは発売後も様々な新コンテンツを提供、無料アップデート、シーズナルイベント、コミュニティチャレンジ、 PVP モードなどを追加予定。 PVP モードはプレイヤー全員を対象とした無料アップデート。戦略クラスベースの4対4のチーム戦で斧が腕を競い合おう。シーズンパスには2つの拡張パックが含まれ、シングル、マルチで新しいミッションをプレイできる。拡張パック第1弾、ナルコロードでは3つの異なるギャング組織に潜入。組織内で信頼を得た上で各リーダーを始末せよ。麻薬捜査官として新たな乗り物を活用しながら一連のミッションをクリアする。拡張パック第2弾はフォールンゴースト。撤退行動中にヘリが撃墜されてしまい、プレイヤーは残虐な敵傭兵集団の追撃に対応することになる。シーズンパスには様々な特典も用意されている。3つのゴーストパック、ボリビアンミニバス、永続 XP ブーストなど様々だ。ナルコロードフォールンゴーストへの早期アクセスも可能。3月9日のゴーストリコンワイルドランズ発売後も様々なコンテンツを追加予定。今後も目が離せない。